こんばんは、平井博明です。今回はですね、スウェーに悩んでる方いませんか？利根川を越えるとスウェーじゃなくてスウェーになるんですよ。で、スクエアがスケアになるんですよ。そう、まあいいか、どうでもいいか。そう、結構利根川で分かれるんですよね。そう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 。平井博明のワンラップゴルフ。スウェーってどういう動きかっていうと、こう腰がよくダウンスイングでこう左にこうやって回転しないで横に移動しちゃうとかって言いますよね。もう詳しい動き僕そんな知らないですよ。そもそもスウェーっていう言葉をまだ数えられるぐらいしか使ったことないんで、人生で。ただ横に移動してるって思ってるだけで、そんな綺麗なカタカナってあんま僕は使わないんでわかんないですけど、よくこうやってこういうことって言うんですよね。こういうことこれがしないように悩んでる人がいるんですけど、これしないようにしたってするんですよ。どうやったらしないようになるかですよね、うん、こうやってください。そうなの？ダウンスイングでこうなったらスウェーってできない。なんで？やってみたらわかるさ。そう、うん、これがね、フェースが開いたらスウェーってできる。そうなの？こう真ん中あるでしょ、うん、真ん中よりも上向いたらスウェーってできるのね、こうやって、はいはい、だけど真ん中より下向いたらスウェーってできないの。こうやって回転するの。なんで？そういう仕組みな。体がそうなんだ。それ左脇締まって右腕がちょっとこう覆いかぶさるようなこういう動きになるでしょ、うん、したらスウェーしないから。こうなるから。そう、したら回転するの。したらまた左膝が引く悩みとか新たな悩みはもちろん出るんだけど、うん、スウェーはしなくなるの。こうやってなってスウェーしたらとんでもねえ球が出るからやらないんだよね。うん。そうなんです。そう、スウェーを直すんじゃなくてダウンスイングのクラブの向きを直せばスウェーが直るから。そうなんだ、うん、やって。え、でもダウンスイングよりフォローとか大事だから。そうなんだよ。だから気にしないから、ダウンスイングなんて。じゃあいっか。いや、ほんとそう。俺ね、初ラウンド行ってきたの。うん。改めて思った。なんで？こっちどこでもいいやつって。嘘、そっちどうでもよかった。うん。こっちがピン刺してたらピン刺すから、球。あ、そう。うん。低い球打とうとして、こっち低くしたら低くなるし。おうおう。高い球打とうとして、こっち高くしたら球高くなるし。うん。ドローもフェードも、うん、全部その通りだった。へー。そう。でも、こっち気にしてなかったの。フォローを、こういう球をしたいから、フォローをこっちに出そうしか考えてなくて、バックスイング上げて打っただけだろ。うん。そう。だからこっち関係ない。そこにでも出そうと思ったら、そういうバックスイングになるってね。なる。オートです。オートなんだ。オート。あ、オートか。うん。だから、こういう組み合わせしかできないってことよね。あ、それはそう。こうはできないってことよね。そうだよね。そう。コート。あれでしょ、インサイドインができないでしょ。そう。コート、こうはできない。アウトサイドアウトはできないってことね。そう。こうは。こうはできたとしても、うん、こうはできないから。できないんだね。そう。だから、こういう関係だよね。そうだね。そう。こう。こう。そっかそっか。つまりあれだ。こうなんか弓矢を引っ張った時に、うん、引っ張った反対側にしか飛んでいかないってことだよね。そう。そういうこと。まさにそう。そうだよね。そう。こっちに引っ張って向こうに飛んでる。そういうことだよ。そう。そういうこと。そういうことだよ、ね。そういうこと、そういうこと。そういうこと。そう、反対方向にしか飛んでいかないから。ちゃんとそう。そうだよ。まっすぐしか、引っ張った方向と反対側にまっすぐしか飛んでいかない。そう、そう、そっちにしかフォローは取れない。うん。で、それが本当に、本当にその球しか出なかった。71回。71回。うん。そう。だから、フォローの方が本当に大事なんですけど、けども、そのダウンスイングの体の動き、うん、クラブの動きに悩んでる人がいるんで、うん、これ取った。取ったね。だから、話半分以下で聞いてください。そうだね。そう。それよりもこっちが自分の 100% のフォローが出せてれば、うん、そんなのどうでもよくなる、ね。そう。本当に。え、じゃあスウェーしちゃう人は、うん、フォロー気にしてればスウェーしなくなるかもしれない？そう。スウェーしたらヘッドが出ないんだから。あ、じゃあフォローで刺せないんだ。そう。だからフォローで刺してあげればいい。あ、そしたらスウェーなんかしてる場合じゃない。こうやってやってる場合じゃない。いや、そっか。ね。ってやってる場合じゃないんだ。場合じゃない。だから、ヘッドが出ないからスウェーできちゃうし、ヘッドを出そうとしてたら、要はこうやって、こうやってなるでしょ。そしたらどっちみちスウェーはできない。ああ。でも、大体そういう人って、
こうやってやろうとしてるからね。くっつけて、なんだっけ、なんだっけな。こうやってやんだっけな。こうやって。何それ面白いじゃん。なんか やってた。ほんとね。ダウンスイングで、右肘をボールに向かわせんだって。こうやって。こうやって。お対極拳かと思った。いいんだよ、いいんだよ。うん、それいいの、いいの、いいんだけど、うん、俺は違うから。そうだね。うん。で、ダウンスイングで、こういう状態、こういう状態を作れなかったら、スウェーしますよっていうのが、本当に、面白いぐらいみんなそうなのよ。フェンスがちょっとでも真ん中よりも下向いた人でスウェーできる人っていないの、よっぽど特殊なスイングじゃない限り、うん、ほんと素直なスイングしてる人でスウェーに悩んでる人がフェースがダウンスイングで下を向く、これぐらい、で降りてきたら大体こうやって回転する、そう、これどうしてもやりたかった。だからスウェーしないようにここを固めてこうやってやったり、いろいろ下半身を考えんだよね。そもそも下半身動かさなきゃいいのよ。そっか。うん。我慢する方、止めとく方に力を使えれば、そんなことにもなんないんだけど、例えば腰を切ったりとか、うん、今までなんか やってたでしょ、うん、やったって。だからそうなっちゃったのよ。そう。だあんまりその、使う方には体力は使わないで、上を素直に回転させて運動させてあげるための我慢をしてあげられれば十分なんですよ、うん、そうなんでそのスウェーに悩んでる人参考としてちょっとやってみてください。ダウンスイングのクラブフェースの向きを気をつけることですよね、ちょっとやってみてください。やって練習場でやってそうなんで今回はですねスウェーに悩んでる動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。そろそろあれかな、シニアもう一回やろうかな。そうやって、うん、見ようかな、うんうん、最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。